こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。F3 ステルス戦闘機の開発に注目が集まる今、政府も本気といえる日本主導での開発を進める。すでに予算化計画は進みつつある。そんな中、サイバー攻撃を三菱電機が受けたのは、つい先日のことになる。三菱といえば、防衛装備品の重要な製造メーカーでも知られる。今後の情報網や、サイバーを防衛するのも重要となってきた。世界でもトップクラスになる F3 ステルス戦闘機計画現時点ではまだ想像の範囲となる。念願の自国開発戦闘機が誕生するのかも気になるところだが、この F3 戦闘機を台湾へも提供してはと考えるのは私だけだろうか。ダウングレードなどを行って第一列島線を死守する目的で、中国からのスクランブルにも対応できる。これも開発、完成してから考えられることで、現時点ではどうなるか。その時に台湾情勢も現在の、日米と共に、と考えなら。それでは、第6世代戦闘機の各国の動きを見ていこう。戦闘機の世界では、いわゆる第5世代ジェット戦闘機と呼ばれているアメリカの F-35 シリーズ、ステルス戦闘機の採用、配備が西側諸国を中心に進められている。日本でも航空自衛隊に F-35A ステルス戦闘機が配備され、この機体では世界初となる墜落事故も発生するなど、少し不名誉な点で、注目を集めたことも記憶に新しい。アメリカ製以外でも、ロシア製の SU-57 や中国製の J-20 など、第5世代ジェット戦闘機の登場は、加速しており、かつての F-22 戦闘機のように、アメリカの独占時代は終焉を迎えた。そうした中、日本においても、F-2 戦闘機の後継機となる F-3 戦闘機計画が続けられているが、未だ国産となるのか、はたまたアメリカとの共同開発となるのか未定のままだ。そもそも第5世代戦闘機のコンセプト自体は1980年代初頭にアメリカ空軍が提唱した概念であり、端的にはステルス性と高度な火器管制システムを実装した戦闘機を指している。また、これに伴い飛行制御用に搭載する各種電子機器類、いわゆるアビオニクスも著しく進歩し、操縦士はモニターを通して操縦席の下部すら透視するかような視界を得ることになった。また短期での情報だけでなく、領域や地上との情報連携もリアルタイムで行われ、操縦そのものは容易になったと言われる。一方でより多面的な対応能力が要求されている。一面では、米ソ冷戦後の軍事費削減の流れを組んで既存兵器のアップ、デート対応も散見されたものの、すでに、次の第6世代戦闘機の研究、開発も報じられている状態だ。第6世代戦闘機では、さらなる AI 技術の発展によって、完全自立飛行型の無人戦闘機すら出現するとも予想されるが、2019年3月に、早くもアメリカ空軍は、ワルキリーの飛行を成功させた。この XQ-58 ワルキリーの1号機はアリゾナで76分間にわたる初飛行を行い、無人戦闘機が
もはや実現可能な位置にあることを証明してみせたと言えるだろう。驚異的な点は、無人での自立飛行という点だけではなく、そのコストの面にもあり、なんと1機あたり約 3.3 億円。100機の製造であれば、さらに1機約 2.2 億円という低価格だと報じられた。これは、現状で航空自衛隊が調達している F-35A ステルス戦闘機が、約116億円であることと単純比較すると、なんと35分の1から53分の1のコストということになる。現在アメリカ軍で運用されている無人偵察機グローバルホークが、1機約25億円。MQ-9 リーパーが1機約14億円とされているのと比べても圧倒的な。コストパフォーマンスだろう。当然、この出現によって、有人戦闘機がすぐに不要となる可能性は、限りなく低いとは思われるが、そうした既存の戦闘機との連携を含めた戦術、戦略が顕在化することは、想像に難くない。ここまで来ると、まるで某人気 SF アニメの兵器のようだが、AI によって防御から攻撃まで自前の判断で行うという点ではむしろ、それ以上の可能性を秘めているとも思われる。しかもこの XQ-58 ワルキリー、すでに兵装用のウェポンウェイも備えていると伝えられており、日本のステルス実験実証機、新進などより実用化が早いとすら感じられる。ただし、機体そのものが小型であることもあり、兵装の容量自体は 250kg と少なく、用途に合わせて大型化した複数の機体のバリエーションが登場してくるのかもしれない。しかし、こうした無人戦闘機の実用化は、その機体のコストだけではなく、先のように高度なシステムに対応する操縦士の育成という時間、労力の省力化も同時に実現しそうだ。いや、むしろ現在の有人戦闘機運用にかかるインフラ整備や人員確保の面においてこそ、UC 以来の兵器としてその常識を覆す画期的な存在となる可能性が大きいだろう。無人兵器といえば、海においても無人潜水艦の開発などその研究が進められているが、これもやはり搭乗員にストレスを強いる環境の兵器だけに注目を集めている。また、航空機は、すでに実用化されている偵察機はもとより、戦闘機と一口に言っても空対空、空対艦、空対地など各種の作戦任務が想定される。近い将来には、無人戦闘機同士の空対空戦闘、格闘戦なども、考えられるのかもしれないが、そうしたケースでは、撃墜されることによる損耗は大きな損失になり得ないとも言えそうだ。これは高度な電子機器によって制御され、敵の攻撃による損失はこれでまで皆無とも言われる F-15 戦闘旗や M-1 エイブラムス戦車などと比べ、兵器の持つ意味合いが変化自体だろう。これを考えると今後の無人機に対しては、電子機器を撹乱させる電子戦機の重要性がこれまで以上に高まるものと考えられる。こうした状況下、果たして予想通りに有人の第6世代戦闘機が開発されていくのか、日本の F-3 戦闘機がどうなっていくのか目が離せそうもない。